英語ね、英語やっとけばよかったなって、なんかさ、フロライブ入ってからずっと思ってる。ホロライブ入ってなかったら思わなかったかもしんないけど、ホロライブ入ってからずっと思ってるね。英語ちゃんとやっとけばよかったずっと思ってる。ホロライブ見てても思う。あ、思う？思うよね。まだ遅くない？ちょっとね、本当はね、やりたいことってたくさんあるんだけどさ、それこそ楽器やってみたいとかさ、英語とかも時間がないの。マジでちょっと言い訳っぽいけど、マジ時間に余裕があったら全然やれるんだけどな、やりたいんだけどなみたいに思うことはね、いっぱいある。やりたいなって思うことはいっぱいあるの。行ってみたい場所とかもいっぱいあるけど、行ってみたい系は外ので、ここ行ってみたい系は行ってみたいなって思うけど、外に出るのがあんまり得意じゃないから思うだけで収まれるんだけど、なんか習ってみたいなとかもさ、時間の余裕が必要だよね。外出るの大好きみたいな人だったら、あれかもしんない。外出るの大好きじゃないからな。年に2回ぐらい外出れたら大満足。仕事とか抜いてね。いや本当に多分、年に2回、2回ちょっと多い。いや、2回か。いや、2回がいいな。お出かけ2回。そう、フォロメンとかと、2回でいい。あ、でも1人で、ちゅうね、1人で、1人行動好きだからね。わかる？気を使わないというか、自然と気使ってるじゃん、人と会ってる時。いや、わかんない。こう、人による人によるかな。何も気使わない人もいるかもしれないけど、人によると自然と気使ってるから、一人だとね、例えばさ、外歩いててさ、この店可愛いもの売ってる、気になるなーって思った時にすぐ入れるでしょ、一人だと。でも誰かと言ったら一人じゃないし、また今度来ればいいやみたいなになって、また今度来ないから一人でね。でもなんかさ、しゅんさ、出かけようと思って出かけたことないかも。なんかのついでに全部やっちゃうんだよね。わかる？なんかこの予定があるから、この予定の前に、例えばじゃあ今日耳鼻科行ってとか、病院、例えば歯医者行くとかだったら、もう予定の前に予定を入れてみたいな、もう病院の日にするとかね。なんかそんな感じで、なんかそんな感じでね、詰め込んでいってしまうからね。男はその傾向が強いらしい。え？シュンはじゃあ男ってこと？え？何？そういうことが言いたいの。ねえ。そういうことが言いたいんですか？ま、でもシュン長男だしな。ヒステリック。いやいや、言うのはヒステリックじゃない。ヒステ、いや、そういうこと、シュンが男の子だって言いたいんだ。別にいいけどね。いいですよ、別に。好きなように思えばいいんじゃないの？みんなの。男でもいけるから大丈夫。なんか嬉しくないな。なんか嬉しくないわ。